どうした？元気ない顔して肩が脱臼したのかい？それよりもひどい状況ですよ。なんだい、角膜が剥がれたのかい？会社でリストラされたんです。なんだいそのリストラって、米軍の戦術核兵器の名前かい？違いますよ、簡単に言うとクビになったんです。ああクビかい。おとみばあさん、悪いけど金貸してくれないかな。悪いね、あいにく金はあるんだけど貸す気がないんだよ。ああ分かったよ、おとみばあさんもいろいろあるんだよな、クソババ。力になれなくて悪かったね、腐った尻の穴の野郎。なぜ世界を気に入りました。今明らかになる吉田ジャスティスの真実の顔。もう誰も信じない、もう誰も愛さない、もう誰ともお風呂入らない。信じられるのは自動販売機と島根県だけだ。いや違うぞ青年。カーブスラッシュ、カーブスラッシュ。